バレー見知らぬ外国人と見ていくハイキュー日記14話やっていきましょう。ぜひとも皆さんグッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。それではいきましょう、レッツゴー。おう、飽きてる。いえ、いつまでいられるの？飽きてる。14日から仕事だから、おう、明後日には仙台戻るよ。テルってつくんだ。前の試合見に行かなくてよかったの？ツッキー、昨日行こうかなって言ったらすげえ嫌な顔されたし。おお、しそうやな。あ、そうだ、うん、母さん、Kのメガネのさ、おお、メガネを何、メガネを何、まだ広がると話が。試合どうだった？ツッキーかじゃん。おお、勝ったね。おお、相手はどんな？2m で、今度は出てるもんな。うわ、はい、1年で201センチがいたよ、はい、今のはいっての面白いし、なんかちょっと俺すごい被るのが、前こういう風に聞いてたわけじゃん、ツッキーが聞いてた側で、それに対してまあ嘘で答えてたわけじゃん。優しい嘘と言うべきなんだけど、それが逆に今こう聞いてるっていう事実で、本人はちゃんと本当のことを言ってるっていうところでは、なんかいろいろと感情深いところがありますよね。200勝ったのかよ。200すごいよね。まだバレー始めたばっかりみたいだったし。マジかい、まあ、反応いいな、兄ちゃん。全然歯が立たなかったけどね。おう、ん、何、お前、何、負けて当然って思ってるだろ。え、お、うん、だって2メートルだよ。おお、お、月、なんか今素直だったね。俺今の好き、今のいいよ。うちのチームの練習混ざってみない？おお、すげえじゃん、すげえじゃん。まさかの、まあ、まだ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 、いきなり主題歌変わった。トメフライって言い始めてよ。マジで？いきなりそんな感じ？いや、いろいろと情報量多いわ。やば、主題歌変わってツッキー会、またツッキー会。すいません。さあ、ということで、ツッキー会、こっから自主練、育ち盛り。ほう、誰だ、育つのは。2ヶ月切ったからな。おう、それぞれのレベルアップ心がけろよ。おう、ほい、いや、なんか、あー、怖い怖い怖い、こういうの怖い。寿司って書いてあるぞ、寿司って。もう、こういう見た目怖いんだよ。影山、影山すぐ分かるのか。よく分かるな。なんか、推しの子見たばっかだから、やべえやつかと思ったわ。つもりだった。いや、だいぶできたんじゃない、あれ。で、何や、寿司って、どこのメーカーやねん。代表決定戦で当たるかもしれない相手で、おう、どうしても見ておきたいチームがあって。おお、なるほど、ビデオとか撮るんですな。盗撮。そういうのは基本公式戦だけっつうのが暗黙のルールだ。へえ。見たところでどうなるわけでもないけど。そんなんあるんだ。夏休み終わって代表決定戦まで2ヶ月切ったし、うん、どうしても見ておかないといけない気がして。じゃあ時間が結構、夏休みの課題がやべえっつってたけど、たったな。でも放課後に一番目立たないためには、うん、普通の運動部っぽい格好が良いのでは。あれはだいぶ目立つよ、うん、やばいやつだよ。だいぶやばいやつだし、でもなんか似合ってた、ちょっと似合ってた。あのフードをかぶらなければ、なんか今どきみたいなさ、なんかかっこいい感じだよね。渋谷でなんかジムに行く感じ。おー、ここの生徒、俺はここの生徒。いや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 、セッター魂してくんなよ。そらそれで目立つわ、顔つきもなんかちょっと怖いし。そろそろ始めるよ。おお、またいい声が聞こえるぞ、いい声聞こえるぞ。おお、あれは及川さんやな。お、ツッキー、噂のツッキーかい。牛若止められるか。おう、無理だよね。全国トップ3のエースなんで。そう返すよね。マグレならまだしも、うん、でも誰かが牛若止めなきゃ白鳥座は倒せない、うん、俺たちミドルブロッカーじゃん。おお、県トップのこと考えてんの。チーム余裕だね。どっちみち全部倒さなきゃいけないんだから。かっこよ、かっこよ。なんか腹立つ。なんでだよ、月島で無理なら俺がやってやる。やる。自分で言うのはともかく、ああ他人に無理って言われると腹立つよね。ちょっと前と変わってきたんじゃないのこれ。おお、いいじゃん、いいじゃん。あ、ハゲのツボ、ハゲのツボ今。下痢ツボ、下痢のツボなんてあんの？つむじを押すとハゲるって言うけどな。下痢になるツボあんの？おお、すげえ。まさかの兄弟でのな。これめっちゃ熱いよな。一緒にやっとやれるってなんか成長してな。影山生還どうだったよ。拾えよ今の、今の拾ってやれよ。誰かツッコミあった。すまー、マジで誰も、誰もツッコまれ。俺は、俺は一生及川さんに勝てないかもしれない。おお、何言ってんだ、マジで。おお、何を得てきたんだよ。正常は多分 OB のいる大学と練習試合やってた。おお、俺が行った時には、はい、一区切りついてて、お、休憩中にメンバーを変えた違う試合が始まった。はいはいはい、よろしくお願いします。あ、白鳥さんはもう大学と雇ったな。大学生の中に及川さんがセッターとして一人で入った。それ鍵になるのか。初めて会った人も多いみたいだった。はい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 、あれが正常の首相だろ。おう、なんかチャラいな。そうなんだね、ファーストの印象は。はい、俺もそうだったよ。うん、俺もそうだった。及川さんは完全にチームに溶け込んだ、うん、へえ、さすが。生き生きしてるのは俺にも分かった。大王様、誰から
どんな奴からも 100% を引き出すなんて。たとえ時間をかけたって。うまいんだよね。限らない。うまいんだよね、そこが及川さんは。たとえあの人を嫌ってるやつとか、すげえ癖のある選手とかでさえ。はいはいはい。自在に使いこなす。すごい。チームの中にも一人おったもんな、全然やる気ねえやつ。どこであろうと、そのチームの最大値を引き出すセッターだ。はあはあ、すごいね。そのすげえ大王様に、改めてビビっちゃったのかよ、影山くんは。影山くんは。すげえビビった。おお、素直。ええやん。その及川さんの3年間全部詰め込んでんのが今の正常で、おお、春高はそれと戦える唯一のチャンスだ。おお、チームとして絶対勝つ。かっこいい。今の日向の目の光、素晴らしい。あっ撮ってる、撮ってるし響いてる。風なんか引いたらぶっ飛ばすから、ね、そうだね。それは散々すぎる。はい、はい、あの体調管理大事だからね。でも散々だよね。泣き面に鉢ってやつやな。よっしゃー。ああ、社会人パワーが違う。おお、キャラチラ。おお、飯食ってんのか。カモチ W ドッグス。まあまあ、赤井沢さん見ててくださいよ。今にドシャッと決めてみせますから。やるね。こんな細っこい高校生に負ける俺じゃねえよ。なんかいいね、兄貴がこういう風に言ってくれんの。なんかええな。大好きな人なんだ。ある意味ツッキーとは相性いいな。煽られてパワー出るから。月島だったら牛若止められるか。お前負けて当然と思ってるだろう。ここでマインドが変わる。下手くそだからじゃない。僕のさんのこれが一番ウケるよね。下手くそだからじゃない。あれ面白かったな。間から何からおもろかったわ。あの、どう、高さでもパワーでも自分より圧倒的に上の相手のスパイクを止める方法はあるんですか。牛若さんを思い出すな。それで言うと今後のことで、まさに日向の言葉を元にたどり着いてるな。久々に来たんならまともに挨拶くらいしろよ。久々に来た。まあまあまあ、やはば落ち着いて。やはば、あ、こっちがね、こっちがね。久しぶり、はい、待ってたよ。誰、おかえり狂犬ちゃん。狂犬みてえな顔してんな。すげえな。田中さんトリオの中にもう一人入ったな。すげえな。田中さんトリオ、いやダブルだな。田中さんがいて、でトラさんがいて、いやでも一応正常にも田中さんがいて、サントリオにもう一人入った。4人目の田中、また怒られるねな。坊主は田中っていういじりです。愛あるいじりです。ちょっとやばそうだね。でこれ何やっけ、これ唐揚げくんじゃなくてファミチキだ。ファミチキ、ファミチキの俺スパイシーが好きやね。だついな。で唐揚げ、唐揚げ、唐揚げじゃなくてカーネルサンダーのところ、なんだっけあれ、KFC まで出てんのに、なんだっけ、ケンタッキーフライドチキンだ。ケンタッキーフライドチキンな。あれのクリスピーが好き。俺骨嫌いやね。骨キモいね。クリスピーめっちゃ好き。あのスパイシーな感じだと最高。でくちゃくちゃすんなよ、くちゃら。いや、気抜くとね、気抜くとね、あの誰しもがあのくしゃらになっちゃうんで、自分に対する戒めも込みつつ。おうえ、みんな当ててんな今回。田中も当てられて怖いな。ね、誰ですか、狂犬。くちゃるな、くちゃるな。京谷健太郎。京谷健太郎。狂犬は及川さんが勝手にあだ名つけた。ああ、中学の時結構有名だっただろう。ああ、おー、いました。確かに南三中あの代だけ強かったんですよね。おお、じゃあ結構やばいんだ。あいつ協調性とか皆無だけど、今日だけな。実力は俺たちの学年では強抜けててさ。いや、あんま関係ないけど、入部早々練習試合に出るチャンスがあったんだけど、いきなり当時の3年と衝突してさ。わらら、いうことはともかく。そっか、そういうことが。ネットからトス離れすぎて打ちづれっすよ。今のフォローできたわよ、下手くそ。わお、下手くそ。その後も当時の3年とは喧嘩で、ね、及川さん笑ってる。そのうち来なくなったんだよ。及川さん笑ってる。まだ3年いんのか。誰この声、いい声してんな。インターハイ予選で負けてもう引退したかと思ったの。変わらない。誰この声、狂犬ちゃんは面白い。変な呼び方しないでほしいんですけど。おう、で笑ってんだよな。あ、及川さんがいる代に同じチームでプレーできてよかったって思えるようにしてあげるね。おお、さすがのやるね。及川さん警戒している。やるね、マジでいい体調だな。指揮者のようだな。ほんと指揮者だよね。10月の代表決定戦までの間、関東へ練習試合に来られるのは今回も含め都合2回ほどです。お、貴重なチャンス有意義に使いましょう。おお、またじゃあ関東か。そうか、負けたらもう出れねえって言ったもんな。あの関東の方に来れねえって言ったもんな。早速ブロック飛んでくれ。ボクトさん、ヘイヘイヘイ。そうかそうか、言ってたもんな、負けたらもう来れねえって。に惹かれるの。いいね、はい、ヘイヘイさん、お願いします。わお、大進化。自分で頼んどいて何びっくりしてるんですか。大進化。
嫌ですってね。圧倒的に上の相手のスパイ言われるもんな。止める方法はあるんですか。すげえ、また進化するよカラスの。ツッキーが聞いてくれてる。あ、ブロックで一番重要なことってなんだと思う。成長してるね。タイミングだ。おお、極端な話、タイミングな。確かに最低限手のひらがネットから出ていれば小学生だって田中のスパイクを止められる、うん、高さはその先だな。タイミングさえドンピシャになれば、もちろん手の出し方だとかコースを読むとかも重要だけどな。でもタイミングだね。ただ俺は口では言えるけど、うん、お手本になるほどうまくね、うん、個人のセンスとかブロックの司令塔として身近で優れてるのは、うん、やっぱり猫間のクローあたりかな。クロー、イケメンだな。ビエフも成長してそう。手が打ち下ろしてくる瞬間、うわ無知、ブロックはてっぺんに差し掛かる。ちょっとお腹が見えるのがすごいね、腹筋が。今結構いいとこまで見えてたよ。おいツッキー、いつまでミルセンやってる。このラインって男女ともにセクシーだよね。わかる。このお邪魔します。いいね、またここに来れるのは素晴らしいわ。大進化だよ。おーすげえじゃん。あーブロッコリーとかやろ。成功率はまだ7割ほどでしょうか。おこればっかりは反復練習しかねえな。ブロッコリーのところに今20対8で今攻めてんやろ。すごいじゃん。バンザイブロックすんなっつーの。ああ抜かれてんじゃねえか。そういうことね。はいはいはい、みんな課題がある。みんな課題がある。あいやすごいね、さらっとここに来たね。もうちょっとなんか貯めてめちゃくちゃいろいろとやってここでもいいんだけどね。やっぱみんなで集まれるのレアじゃないですか。なんか満を持してみたいな、また田中の姉ちゃんね運転してもらってとかゲロ吐いてとかやってくれていいんだよこっちは。田中今回結構田中なんかおもろいな、ひたすらに。でもいい香りなんだよなこうやって。やっぱ田中ええな、うん、おーおーパワー。このパワーをどうするか。うわー月指ガンガンしそうマジで。おー、タバコか、タバコ吸うかって、メンソールかあれ。タバコ吸うか高校生に。一番言わねえ。なんか動きのエロさを頭に。全然違うんだけどね。変態初日と呼んでくれ。やっぱ呼ばないでくれ。やっぱ呼ばないでくれ。いいね、みんなが頑張ってる。ええやん。おお成功率がすごいじゃん。最後は全部まるで埋まんのか。ララ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 ラって。うわみんないい顔すんな。おおすげえすげえ、いい感じやん。山ちゃん、山ちゃん、やばいね。おーすげえ、いい試合してる。ここで勝つか。おおどうなる。おおやば、やば、今完全に圧力で押したな。いよいよ油断ならない感じになってきたな。いいね、認めてるよ。東京でも夜は寒いな。あだろうな、汗冷える前に上着ないか。優しい、優しいな。もう来てるからな。アトラさん最近は細かいなこういうの。何を。翔陽は面白いから、翔陽と練習じゃない試合やってみたいかも。すごくない、それ言うんだ。へえ。だから即ゲームオーバーの試合。やろう。もう一回がない試合。やば。あー先々な。ゴミ捨て場の決戦。はいはいはい。俺たちはラストチャンスだ。理解。東京体育館で会うぞ。いいな。こいつら熱いな。熱いな。えいへいつき。お前絶対後ろかに勝ってこいよ。いいな。いいな。だって俺は今ツッキーに圧勝中だから。金を牛若に圧勝したら、俺は牛若に圧勝じゃん。すいません、ちょっと圧勝。また俺最強。へえ。いいやつだな。ボクトさんクールやわ、マジで。この楽な感じがいいんだよな。決まりすぎない、決めすぎない。で試合の時にしっかりと。ええやん。赤井沢さんが得意なコースを圧倒的にクロス。お、分析。相手が打ち下ろしてくる瞬間。ブロックの完成を持ってくる。出たー、一回見せたこれ。やべえ、顔、お前顔なんとかせえや、顔なんとかせえや、してやったり、してやったり。もうそろそろ終わる。下に響くぞ。うん。もうですか。まあ、ここは相変わらずだよね。まだ打ち足りない。時間があれば無限に。打ち足りない分はさ、明日まで取っておけば。お。なるほど。おお、うまいな。うまいな、転がすのがうまくなってきたよ。さすがやっちゃん、ナイスやっちゃん。おお、そうね、後片付けがあるからな。いや早いね、テンポ感すごいわ。やば、いやもういよいよだよ、めっちゃ早。前回合宿でめっちゃ時間使ったのに。焼肉パーティー見たかったわ。あ、ここで負けたやもんな、及川さんのところに。ってことはここで及川さんにリベンジってなるのかな。おお、
フライング。日向と影山は脊髄反射で生きてる感じだね。そうだね、はい。虫みたい。確かにな。あ、出た。錠剤何これ。錠、いや、わからんわからん。ようこそ番号教えてね。チャラいな、兄ちゃん。イケメンだけど嫌がられてる、嫌がられてる。おお、戦闘アニメになっちゃうよ。戦闘アニメだよ。おお、待った、かわいいのが。いえいえみたいな。空中で固まってる。いや、おかしいやろ。おかしいやろ。よろしく。おい、1回戦から。うわお、今のわお、インターハイ予選ベスト4か。当たり前だけど、九禅寺、九禅寺全員来てんだな。九禅寺に1票。まで、ここまで、まで。状況的には白鳥がこっちにいて、じゃあ、もう真逆っすね、真逆。白い鳥と黒い鳥が真逆のところに組まれてて、はい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 、知ってるような。てかね、いろいろ出てんだけど、あー、じゃあここのブロックで、はい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 、白鳥の前に一番下の、はいはい、正常と当たり、伊達子いんじゃん、伊達子。伊達にあの要は見て、あー、ダメだ、伊達子とやんねえわ、これ。普通に考えて正常が上がってこないといけないから、伊達子は白鳥をぶっ倒して、で、正常に負けて正常が上がりの、で、まあ安定のカラスノが上がりの、みたいな感じやんな。あららららららら、ら、すごいね。ここに。出た、伊達子。おー、すげー、いろいろ出てきた。なんかピンクのところもなんか出てきたな。あれなんつうんだあれ、ワークマン、ワーク、違うね、ワークナン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 、バクマン、面白いよ。うん、荒井川、正常、白鳥、うん、オッケー。これ以上出たらもう名前覚えてられねえやと思って心配になったわ。テンション高いな。我記憶力ないなり。おっしゃ、あ、この顔また出た、この顔。現実にあるんだもんね。あの、コメントとか DM とかでね、もらいました。危険人物と遭遇する場所であると。これもコメントでしてもらった通りだ。誰が出る。うわ、俺、及川さんかと思った、一瞬。やっぱ及川さんか。おぉ、かっこいい。太陽様と、正常のエースの人。2メートル倒してきたんだって、ね。おぉ、はい、おぉ。どっちだ。試合になると、このチビチビ、ほんと厄介だから。今のうちにどっか埋めちゃう。埋めちゃう。ビビらすな、ビビらすな、ほげ。ああ、あらららららら、やば。めっちゃ怖いな。日野と翔陽、及川、岩泉か。おお、タイミング、すごいね。また来るの、伊達子も来るか。最後の大会か。健闘、今日いいやつ、いいやつ。全国行くんだから最後じゃねえんだ。最後、そうかそうか、ちょっとそれ思ったけど。全国へ行ける代表枠は一つだから、健闘を祈るけども、祈るけども、ここが最後なんだろうって。いや、すごい。一触即発。ああ、カラスノ、この前2メートル倒したカラスノ、いいじゃん、入れてんじゃん。正常と白鳥沢に喧嘩売ってんのか。ちげえよ、巻き込まれてんだよ。勝つのはカラスノで。バカ野郎、バカ野郎。ああ、やっぱ来た、伊達子。やばい、巨人たちに囲まれてる。誰だろうと受けて立つ。立体機動装置持たせた方がいいで、日向に。いいね。いや、分かってない、分かってない。お、どうも、どうも。分かってなかった、たまたま来ただけだった。おもろいな、今のおもろいね。何の話みたいな。お、コートを制す、久々だ。いいね。獅子粉塵、分かんねえや。伊達の鉄壁。第一試合は B コート正常、クール。 A コート白鳥沢か。おー、ダブルで目が2つ欲しいな。あっち見てこっち見てみたいな。すげえ、始まるな、一気に始まるな。ここにいる、誰よりも遊ぶべ、誰より遊ぶべ、ヒャッフー。上禅寺、全然俺言ったつ関係ねえじゃん。誰よりも遊ぶべ、かっこいい声だな。誰よりも遊ぶべ。お、ヒャッフー。お祭りチーム、ああ、お祭りチーム言われてんだ、そういう風に。かっこいいな、かっこいいね。で、エンディングも変わったのか、エンディングも変わったのか。でからね、なんか懐かしいな。いや、早いな、展開。ということで、今回はこんな感じで締めていきたいなと思います。最後になります、グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。また次回お会いしましょう。 See you next time!